さあ、第2回戦目。じゃあ、第2回戦。はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はですね、デュエマーの対戦動画なんですけれども、はい、エイシンくんが、ジョーカーズのガチデッキ、いつも使ってるやつだね。うん、で、私が、この前やりましたね、コロコロヒーローデッキだっけ。コロコロオールスターデッキ。コロコロオールスターデッキか。あの40枚のデッキの中をちょっと改造しました。はい、完全にジョーカーズ、うん、ただ、ジョーカーズが3枚足りなかったので、はい、その3枚は全部スーパーシールドトリガーにしてあります。ただ文面はバラバラなね、はい、だからここに出たらいいけどってやつだね、うん、じゃあやっていきましょうか。はい、じゃあ最初はグッジャンプポイ、デュエマースタート。さて、ちょっと待って、あらら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 、これはきついな。じゃあターンエンドです。あれスーパーシールドトリガー手札にあったわ。スーパーマナチャージ1マナジョーカー。うわ、ちなみにこ の, あのスリーブはコロコロのなんだっけ、別冊についてついてきたやつ。じゃあ超特急、超特急、はい、山札の一番下へシャッフルしないのがいいよね、これ。ターンエンドです。はい。ドロ。あとこれマナが破壊されないっていうのがいいよね。いやーこれ本当に。そのまま手札はやっぱり5枚です。はい。ターンエンド。うわあ。スーパーシードトリガー。ドロンがこのキャノンを。ドロー。じゃあもうターンエンド。ターンエンド？うん。はい、くー。いやー本当に、はい、ターンエンドなんとスーパーシールドトリガー全部手札にあった。ということはシールドにないね。ないです。あー、ついにドロー。ちょっときついが、マナチャージ、さっき手札に入れたやつです。はい、3マナ使ってパーリナイ。ほ、あーいいね、こういう作戦でいきます。はい、とターンエンド。これちょっと待って、これかな。あ、カービィ2マナ使ってやったれます。ようやく召喚。それだね、ターンエンドです。はい、アンタップ、よし4マナきた。そしてドロー、マナチャージ、4マナ使って、もちろんバッテン親父。あ、バッテン出ちゃった先に。変わりないでシールドブレイク。あ、ブレイクすんの？プリーン。シールドトリガー激おこ藤山です、ね。お、待って、相手のコスト。このクリーチャーがバトルゾーンで出た時、相手のコスト3以下のクリーチャーを1体破壊します。こいつだね。そうですね、はい。ターンエンドです。よっしゃー、藤山がアタックする時バットマジバッテンすれば、ヒッヒッヒ。はい、じゃあ。3マナ使ってバッテン親父。うわ、バッテン、うわ、きつい。で、フジヤマンかやったらマン。アタックしません、ターンエンドです。ターンエンド。アンタップ、そういう手で来るか。ドロー、マナチャージ、6マナ使って三冠王者ドツキング。お、ドツキング。自分の他のジョーカーズが相手クリーチャーとバトルするとき、代わりにこのクリーチャーにバトルさせても良い。ああ、そういうことね。ターンエンドです。じゃあこうしようかな。バッテンやっちゃうんだ。4マナで藤山をネオ進化。わっ、デックだっけ。はい、あ、ということはこれシールドダブルブレイク。このクリーチャーがアタックするとき、相手のコスト4以下のクリーチャーを1体選び、相手はそれを自身の山札の一番下に置きます。バッテン親父。バッテン親父を一番下に置いて、きつい。そしてこのクリーチャーが進化クリーチャーのとき、そのパワーをプラス3000プラスダブルブレイカーになります。いっちゃうか、2枚ブレイク。はい、うわ、ついに来た。バリバリーン、なしなし。はい、バッテン親父もシールドブレイク、ブレイク、バリーン、なし。ターンエンドです。アンタップ、ドロー、マナチャージ、7マナ、ごめんね、
地獄の底に落ちよチョリーザチョリーポー地獄の底に落ちろって言いたいんだ。チョリーザジョニーでバッテンウェアジデックザデッキこの修道にマイブレイクドンプン。じゃあ修道ダブルブレイクパリパリーン。はい、激横藤山ということコスト4以下のあ、コスト3以下のクリーチャーをあ、ないね。はい、ドッチキングでダブルブレイク。ダブルブレイクなのそれ。うん、ダブルブレイカー。マジか。シールドどれだ。ゲラッチョ男色。ああ、1体選びタップまたアンタップだからね。ないね。もし自分のクリーチャーがタップしてればアンタップしても良いんだけど、うん、タンドです。はい、ヒッヒッヒッヒ。次のもう次のターンでね、A ちゃんの勝ち決まりだね。いや、そんなことないよ。え、そんなことないよ、ちゃん。ああ、確かにびっくりだな。その思い込みやめた方がいいよあ、ゲラッチョや何やってるんだ、ちょっとアタックしなけりゃよかったじゃあ、まずは4マナ使ってデックザデッキに進化。終わったー。そしてアタックするとき、コスト4以下のクリーチャーはいないよね。で、ダブルブレイク。バリバリン。よっしゃ、来た、バイナルドア。バイナルドア。このクリーチャーがバトルゾーンに出るとき、バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーが合計3枚以上あれば、相手のクリーチャーを1体選び、相手がする自身の山札の一番下に置く。はい、よ。これね。山札の一番下ね。うん、はい。じゃあやったりまんで、ダイレクトアタック。手札にしょ。うわー、どうした、めちゃくちゃ悔しいどうした、もう一回やる。うん、はい。さあ第二回、じゃあ第二回戦目、え、じゃあ第二回戦目、あ、第二回、第二回、え、第二回戦それで第二、じゃあ第二回戦目やっていきましょう。はい、最初はグッジャンキュッポイアイクシュッドゥーデマスタートスタート。ほう、さっきよりいいかな。ほうほうほう。はい、ターンエンドです。とりあえずガンガンいっちゃう。1マナちょ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 か。お、来たね。え、ジョリダズニーをマナにした。もうデッドソード、デッドソード、これ9マナ貯まると使えるあれだよ。デッドソード貯まんないでしょう。でもこれトリプルブレイカーなんだよね。ターンエンドですか。ターンエンドです。これ戻してください。おっと、ボーン。ドロップ。ターンエンドです。おっと、フジャワンでターンエンド。アンタップ、ドロー。マナチャージ。2マナ使ってザラーメン。お、ザラーメン。ターンエンド。ターンエンド。ドロップ。ターンエンド。アンタップ、 A ちゃんの方が進んでいってるよ。ドロー、マナチャージ、ザラーメンでシールドブレイク。お、ブレイクする。プリーン、ナイス。じゃんじゃんいくよ、ターンエンド。ドロー、そうですか。どうしようかな。3マナタップでスタンカーネン。あ、1枚ドロー。1枚ドローです。残り1マナ。残り1マナで1マナ使ってジョ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 ーカーです。あ、うわ、パパもついにそれを使う日が来たか。3、4万、うん、その中の1枚を相手に見せて手札に加える。ジョーカーズクリーチャーだよね、うん、じゃあテックザデッキ。うわ、ついに加わった。で、山札も一番下へ。で、墓地域ですね。で、ターンエンド。ターンエンドです。はい、じゃあ、アンタピヨッタザラーメン破壊されないですんと。マナチャージ。ザラーメンでシールドブレイク。プリーン。なしです。ターンエンド。はい、アンタップ。ドロップ。よし、徐々にもう、もし。3マナ使ってパーリナイ。パーリナイで、マナを持ちマナ加速で、くぅ、そういう手で来るか。ターンエンド。
かな。あれやっぱツタンカーメンでシールブレイクしないよ。ツタンカーメンでザラメンブレイク、はい、ターンエンドです。よしドロー、マナチャージ5マナ使って超特急。あ、来た。このクリーチャーはバトルゾーンに出たターン相手プレイヤーをアタックできる。このクリーチャー可能なら毎ターン相手プレイヤーをアタックする。バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーズが合計2枚以上あります、ね、あればこのクリーチャーのパワーをプラス3000しダブルブレイカーを与える。ダブルブレイカーを持つクリーチャーシールを2つブレイクする。じゃあダブルブレイク、あらプリップリーン。トリガーはあります。あーっとスーパーシールドトリガーではない。スーパーシールドトリガーではないね。うん、シールドトリガー、はい、シールドトリガー、カードを2枚引く。その後自分の手札を1枚捨てるんだって。は2枚引きます。で手札を1枚捨てる。うんーと、あでもじゃあこうしよっかな。あでもザラメンを捨てます。じゃあ呪文ダウンで、やった効果意味なしターンエンド。ターンエンド、よっしゃーよっしゃー。どろ1、2、3、4、5、結構きついなパパな、うん、ちょっとねこの子が来るまでシールドブレイクされて待ってようかなと思ってて、はい、2マナ使ってやったれもやったれで4マナ使って超特急。超特急、あちょっと待って今ダブルブレイカー3000石ダブルブレイカーになるよ。うん知ってる。まさか相打ちの領域か。じゃあまずは相打ちでバリバリに、はい、ーターンエンドです。ターンエンドドロー。マナおっとマナチャージターンエンド。あターンエンド、うわあ本当に。ちょっと待って6マナ、あこれどうしよう。この状況やばいぞ。いややばくないっしょはい、ねじゃあいきますよ。はい4マナ使って超特急。わ超特急ダブルブレイカー。そしてこれはやばい。4マナ使ってデックザデッキにネオ進化。ふん、おやばい。そしてやばい、超特急でまずダブルブレイカー。ブリブリーン。よしトリガーこいや。なし。なし。デックザデッキでダブルブレイク。よしブリブリーン。シールドトリガー。あタイムストップ。タイムストップ。相手のコスト6以下のクリーチャーを打ってやれば相手のコスト G の山札の一番下役。山札の一番下役。うわーしちゃった。ボーンやったりやられた。よしターンエンドです。よしいいぞいいぞいいぞ。ドローマナチャージ来い。7マナチョリーだチョリー来た。まさかダブルブレイクはできないから、じゃあ超特急とデックザデッキを破壊でこのシールドブレイク。はい、うわシールドトリガー。結局ここ邪魔。まあでも効果なし。効果なしターンエンド。はい。わあ。ターンエンド。おい。ああ負けたー。負けた。嘘だろ。ドロ。そうですか。じゃあまずは5マナ。5マナ使って超特急だね。でいいや。1、2、3、4マナしかないね。じゃあフジヤマンでシールドブレイク。シールドタイガーよ。バイナラ来たー。バイナラとはで、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーズが合計3枚以上あればあります。相手のクリーチャーを言ったら相手はそれ自身の山札の一番下に置く。その後自分はカードを1枚引く。一番下へ。あーしまった。そしてドロー。助かったターンエンドだ。うん、よしアンタップアンタップ。てかもうジョリーダジョニーで一撃でおしまいだね。マナチャージ7マナ使ってジョリーダジョニー。ジョリーダジョニー、あ終わったじゃん、はい、ダイレクトアタックってなってドーンだ。ボーン勝った。そっか、なかなか強かった、うん、はい、ということで、1戦目はパパの勝ち、2戦目はエシン君の勝ちでしたね、はい、なかなか良かったね。うん、キャスラにはこれがありました。パパはね、全然ダメだった。やっぱね、きついよ、やっぱり。確かにね、もうちょこちょこやって勝つしかない。もうジョリザジョニーにはもう勝てるクリーチャーがいないからさ、うん、これを破壊できないから、うん、面白い対決であったね。うん、うん
はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくねよろしくねということで今回は以上でございます。バイバーイ。